5GTV ヤクガクベチャンネル。薬剤師の環境は今大きく変化しています。例えば超少子高齢社会における在宅医療ニーズ、例えば健康サポート薬局の需要増加、例えば医療の高度化に伴うチーム医療の推進、新しい時代に対応できる薬剤師を育成するため、日本のすべての6年生薬学部が基本としている教育と本学独自のカリキュラムを組み合わせて、学生や社会のニーズに対応した教育を展開しています。こうした特徴的な学びを通じて、基礎的な科学力と実践的能力、科学的探究心を養成し、人間性豊かな医療人を育てています。そんな北陸大学が輩出した薬剤師はこれまで9581人、卒業生の薬剤師免許類型取得率は 97%。 北陸3県で働く薬剤師の約4割はなんと北陸大学の出身者です。有効求人倍率は学生1人当たり約5倍にもなり、薬剤師の需要は依然高く、そのため卒業した学生は多岐にわたって活躍できます。他の大学にはない独自の特徴として、アクティブラーニングを主体としたシードプログラムや、早期から医療人としての意識を高めるアーリーエクスポージャープログラムなどがあります。開学当初から東洋医薬学に注目し、中国の伝統的な中医学を実践する中医師を専任教員にしたり、西洋医薬学とのコラボレーション教育も行っています。最後に薬学部の学生の声を聞いてみましょう。小4の時に左足を火傷したのがきっかけで、その時に3ヶ月ぐらいずっと病院に通院することになって、でその時にお医者さんから外用剤と内用剤を処方してもらって、当時の私はなんか火傷って表面だから外用剤だけでいいんじゃないのかなと、なんでの薬を飲むんだろうって不思議に思って、それが薬に興味を持ち始めたきっかけでした。私は大学に入学する時から、患者さんにより近い距離で関われる薬剤師がいいなというふうに思っていて、実際に薬局実習に行っても、患者さんに身近な健康相談とかしてもらえる薬剤師っていいなって感じました。なので私は将来、患者さんが自分の健康について疑問に思うことだったり、なんか体の不調だったりとかを気軽に相談してもらえるような、より身近な立場に立てるような薬剤師になりたいです。北陸大学は自習できる環境が充実していて、中には静かに黙々とできるスペースだったりとか、友達と相談とかをしながら自習できるスペースもあります。また夜遅くまでも勉強することができるので、私とかは家で勉強できないので、夜遅くまで残って学校で勉強することもあります。 5GTV